レナってさ、俺と同い年だったよな。うん、そうだよ。えとも同じだよね。そんなことないよ。誕生日の違いがあれば、年齢が同じでも干支が違うこともありえるって。あれ、あ、そうか。ミオ、頭いいじゃないか。ところで、ケイチ君は何月生まれなのかな。レナは7月なんだよ。だが諦めろ。俺に誕生日で挑もったって無駄なことだ。なんならどっちが年上か罰ゲーム付きで勝負してもいいぜ。ってことはケイちゃん、ひょっとして4月生まれ？そういうこったな。残念だな、レナ。俺、もうとっくにレナより年上なんだよ。へえ、そうなんだ。じゃあ、みーちゃんと同い年なんだね。まあ、ほんの何ヶ月かはね。すぐにまた差を開いてあげるけどさ。そういえば、ミオンって上級生なんだよな。下級生の方が燃えるってんなら、今日から下級生ってことでもいいけど。ミーちゃん、よくわかんないこと言ってる。で、サトコとリカちゃんが下級生と、どころか、学校が違うくらいの下級生だよな。好みの年齢が低すぎると思うな、やめて。前から思ってたんだけどさ、なんでこの学校ってクラスが学年混在なんだ？教室の数が足りないからだよ。仕方ないじゃん。営林署の建物を間借りしてんだからさ。なんで借りてるんだよ。本当の学校はどうしちゃったんだよ。戦前からずっと建ってたらしいからね。老朽化でね。廃校ってわけよ。まあそれで生徒は町の学校に通うことになったんだけどさ、遠いでしょ。どこの学校だったの？沖宮の駅前通りを抜けて病院に曲がって小児科の向かいに学校あるの分かる？遠いよ。まあそんなわけでさ、沖宮の学校に通いたくない連中はこうして営林署の建物を間借りした仮校舎に通ってるってわけさ。
沢の子供の半分くらいかな。朝早くに自転車で通ってる子たちも結構いるよ。まあこんなはちゃめちゃな学校に通ってたら進学校とかはちょっと無理だろうからね。そんなことないよみーちゃん。ちゃんと頑張ればどこでだってお勉強はできるよ。お、そうだぞそうだぞ。レナとは意見が一致したな。うん、そうだねそうだね。頑張ろう。せいぜい頑張ってくださいな。おじさんはささやかに応援しとりますわ。俺たちがじゃないぞ、ミオンがだぞ。お前受験生だろ。こんな成績じゃお先真っ暗だぞ。いいもんいいもん。路頭に迷ったら永久就職してケイちゃんに食わせてもらうから。永久就職ってなんだろう、なんだろう。ほらそこ、うるさいですよ。実習は静かに。暑いでございますわね。ケイチさんはワイシャツ一枚で涼しそうですわね。羨ましいですわ。俺から見りゃスカートのサトコの方が涼しそうだよ。この時期のズボンがどれだけ暑いか女のお前にはわかるまい。あ、暑いって、はぁ…レナの夏服は涼しそうな色合いがいいよな。見てるこっちも涼しくなる。ありがとう。本当に涼しいんだよ。私もレナさんみたいな涼しい夏服が良かったですわね。でも、さとこちゃんの夏服、ワンピースですっごい可愛いし、レナはさとこちゃんの夏服着てみたいな。これ結構蒸しますわよ。絶対にレナさんの方が涼しいですわ。でも、可愛い服の方がきっと楽しいよ、ハウ。そういえば、この学校って指定の制服とかないんだよな。うん、ないよ。ふさわしい服であれば私服でも大丈夫なんだよ。他の連中が着てる制服は何なんだよ。みんなお揃いだよな。あれは町の学校の制服なんですのよ。別に決まってるわけじゃないですけど、みんな着てますわね。そこへ行くと、俺らの仲間はみんないろいろな制服を着てるよな。わざわざどこかから取り寄せたのか？ええ、ミオンさんが調達してくださいますの。みーちゃんの親類で古着商をやってる人がいて、全国の学校の服を格安で仕入れてるんだって。で、その親類に頼んでいろいろ個性的な制服を取り寄せてもらってるわけか。
うん、それはレナも思うよ。他にも体操服とかスクール水着のフルとかも扱ってるの。そういうののフルはちょっと嫌だよね。あんまり儲かってなさそうな商売だな。きっと少しでも儲けさせるためにミオンが一肌脱いでやってるんだろうな。でもいつもミオンさんが自信満々に言いますのよ。今にきっと大ブレイクしてすごい商売になるって。ケイちゃんってさ、すごいお金持ちってわけでもないの？なんだよ突然。俺がいつ高級車で登校したよ。月の小遣いはいくらもらってる？1000円。あら、結構小市民的ですのね。お弁当のおかずも普通ですよ。お金持ちじゃないです。ケイちゃんちってさ、すっごく大きいでしょ。だから建築中から雛見沢中で前原屋敷って呼ばれて注目の的だったんだよ。あんなに大きいお家だからどんなお金持ちなのかなってみんなで噂し合ってたの。私の推理ではお家を建てるのにお金をかけすぎて貧乏になってしまったと考えてますのよ。貧乏でかわいそかわいそです。あー、諸君らの楽しい想像をぶち壊すようで悪いが、うちは金持ちでも貧乏でもないぞ。極めて平均的な普通の家庭だ。これだけ大きな家は普通とは言わないって。しかも玄関は立派で門は大型車も入れるようになってるし、絶対普通じゃないって。ぜひ今度ケイちゃんの家を探検してみたいよな。お金持ちじゃないと主張しながらもあの邸宅、一体何が隠されているのか。いいものが隠されてるといいな。きっと家具を買うお金もなくなってて殺風景な部屋がいっぱいなのですわ。絨毯のお部屋ならぜひゴロゴロしてみたいですよ。わあ、それいいね、それいいね。レナもゴロゴロしたい。We'll be right back.
レナがいないです。ケイチは知りませんですか？あれ、たった今までそこにいたのにな。おいミオ、レナはどこ行ったんだ？レナ？お手洗いじゃない？覗きたいなら止めないけど、通報するからね。サトコ、レナを知りませんですか？レナさんですの？さっき廊下ですれ違いましたよ。レナさんは日直だから、花壇にお水をやらないといけませんので。ああ、レナが日直か。そりゃお疲れ様なことで。レナってどういう名前なんだろうな。レナって漢字だとどうなるんだ？レナはあだ名なのです。ちゃんとした名前がありますですよ。え、そうなの？俺はてっきりリュウグウレナってのが本名だと思ってたよ。まあ確かにレナさんとしか呼んでませんから、間違えるのも無理はないですわね。本当の名前はなんて言うんだろうな。レナが戻ってきたら聞いてみるから。でもいいですよ。僕たちが教えてあげますです。お礼の礼にならんのな。リュウグウレイナが本名ですのよ。レイナか。それでレイナじゃなくてレナって読むのか。面白い読み方だよな。いいえ、違いますです。レイナで正しいのです。レナさんが言ったのですわ、レナと呼んでほしいって。だからレナさんなのですわ。ケイちゃん、レナはレナだよ。レーナって呼ぶのは他人だけ。そこんとこ分かってるよね。思ったんだけどさ、自己申請すれば俺も今日からあだ名で呼ばれるのか。面白けりゃね。なんて呼ばれたいわけ？越後屋。あれあれ、誰かレナのことを探してたかな。この…お代官様、リュウグウメがまんまと現れましたぞ。イチゴや、主も悪いよな。うわっほ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 。リュウグウレナノスケ、ここで会ったが100年目でおじゃる。いざ覚悟。ふスケさん、カクさん、懲らしめてやりなさい。あやいさですわ。報酬はスイス銀行に入れてほしいのです。レナにはぜひ世直しの旅に出てもらいたいもんだ。
永田町なんかどうだ？ダメだよ。旅先で可愛いものちょろまかすから。ほらほら、ケイチ君もみーちゃんも先生来るよ。3号です。神戸良子。応援が向かいました。別名あるまで維持願います。どうぞ。
はい、サンゴ了解。それから回転灯はつけないでお願いします。静か静かで願います。今先生が到着しました。運びたいそうですがどうしますか。どうぞ。了解しました。先生に任せてください。はい、了解です。さあ、大江も到着しました。先に写真撮らせた方がいいんじゃないですか。外車もう無駄だと思いますし。自分で喉をかき破った出血性ショック死。爪の間に皮膚片が残っておった。間違いなく本人のものじゃわい。傷の形も一致する。直接死因が自殺ってのは分かってますよ。分かっとるわい。人為的にこういう症状が起こせんかと言っとるんだろ。背中が痒くてかきすぎて血が出ちゃうのとはちょっと訳が違いますからね。分泌物から見て仏は極度の興奮状態にあったのは間違いないの。では乱闘になって興奮のあまり自分の喉を引っかき出したってことですか。襲った連中さぞや度肝を抜かれたでしょうな。実はな、大石、仏が武器にしたらしい角材な、砂粒とかガードレールの塗装片とかそんなのしか出んかったぞい。星の服の繊維とか皮膚片とかは出んかった。仏は犯人を殴っとらん。あるいは殴った角材を星が持ち去ったのかもしれんの。ならわざわざ角材なんて置いていきませんよ。全部持ってっちゃいます。それもそうじゃの。富武氏は結構体格もいいし肌も焼けてるしスポーツマンですよね。うん、そうだな。よく運動しとるようだの。こんだけ体格のいい相手を取り囲んで押そうとしたら何人くらいいりますかね。アホ、それは大石の方が得意だろうが。悪たる時代を思い出さんかい。だとすると結構犯人は大人数だの。祭りで泥酔した4人以上のグループが怪しいとなるかの。
こっちもそこは重視しとる。徹底的に調べるつもりだが、あまり期待できんな。何しろ過去にこんな例はないんだからな。期待はしませんよ。ですが結果を楽しみにしてます。おいさん、課長が呼んでるっす。すみません。ではまた来年お会いしましょう。おお、いいお年をの。
単刀直入に、自殺させる薬ってないんですか？直接的にはない。遠回しですね。では間接的にはあるってことですか？自殺したくなる精神状態を誘発することはできるちゅうことだ。難しい言い方になりましたね。何ですかその自殺したくなる精神状態ってのは。例えば一般的な心理学見地から言えばじゃが、心理面が内向状態から外向状態に転じるときに最も自殺が多いと言われちょる。内向状態の時は自信を喪失し非常に悲観的だ。だが自殺もせん。自殺をする気力すらないからだ。逆の状態もまた自殺をせん。今度は逆に非常に自信過剰で行動的なので自らを順風満帆と思う。だから自殺などせんのだ。なるほどね。どっちの状態でも自殺をしないのに、状態が入れ替わるときに自殺するんですか？内向状態には自殺願望はあるが、自殺という大仕事を遂げる気力すらもない。だが外向状態が始まると徐々に気力が充実し、体の自由が利くようになってくる。なるほど。つまり自殺する気力が回復するわけですね。そういうことじゃのう。だからこの時期に変な気を起こさんように処方箋を施すわけじゃな。では富武氏はこの心理状態だったんですかね。一般的に自殺はちゃんとした文化的な手法で行われる。道具を使用してな。自虐行動とは全く違うぞい。富武氏の自殺は文化的じゃないですよね。ではやっぱり何かの中毒と考えるのが自然ですか。最初に言った自殺したくなる精神状態を起こす薬ってのを教えてください。鎮痛薬の一部には心理を内向から外向に過剰転換させる効果があると報告されとる。それから催眠作用を持つ薬を異常摂取した場合にも異常行動が報告されとるが、あまり一般的ではないの。その二つは検視の報告だと違うみたいですね。他の可能性は？あとは病気しか考えられん。甲状腺異常を引き起こす病気にしばしばそれに似た症状が報告されとる。だがそれらは概して特徴的な症状が多い。仏は違うの。もっと突発的に発生するものはありませんかね。今回のケースと合うような突発性で自殺したくなるようなやつです。他には？そうじゃな、脳障害によって精神に異常を発生する状態じゃな。これは薬物中毒でも起こるが、脳の外傷や一部の病気なんかでも起こる。つまり薬によらなくても異常な精神状態に陥る可能性があると。仏は犯人に囲まれて命に危険が迫っとったんじゃろ。極度の緊張が続いて、それに分泌異常が重なって、さらに打ちどころが悪くて脳に障害が起こり自虐行動に走った可能性もあるかもしれんの。もうちょっと省略して言ってくれませんかね。つまり乱闘中に豆腐の角に頭ぶつけて、それで異常が発生したと言っとるんだ。じゃあ星には殺意はなかったってことですかね。ちょいと小銭を巻き上げようと思ったら、たまたま殴りどころが悪かったと。なんてわけはありませんね。ふわっ。
いかにも。薬物の常用にせよ、精神的なものにせよ、仏の身元が鍵を握っとるぞい。そっちはどうなっとるんじゃ。あら、こんな時間、そろそろ戻らないと熊ちゃん怒っちゃいますね。おお、頑張れよ。いいお年をの。いいお年を。今の皆さんは確か議員バッジが2人いたっすね。じゃあ県議と市議の園崎だ。面白いっすね。親戚同士で県議と市議やってんすか。これがずるいんですよ。お互いの名前で事前運動バンバン。片方の選挙中にはもう片方が別に講演会を開いて二重に選挙運動やってんですよ。堂々と。よくわかんないんすけど、それって公選法違反じゃないんすか。事前運動にならない限り政治活動は無制限ですからね。クマちゃん、そんなんじゃ選対本部好きになった時大変ですよ。公選法くらいは勉強してください。俺知能犯科は無理っす。バカですから。お見送りしてんのは副所長とうちの課長っすね。大石さんは友達多いから聞いてるかもしれないけど、聞いてるかな。いえ、何も。お母さん、ガモにアンペン頼みます。署長んとこに議員の怒鳴り込みがあったんだよ。あれま、そうなんですか。あ、お母さん、私にもう一杯ください。ひなみざわ事件の捜査の仕方で君を指名して陳情してきたよ。ありゃ私？はてはて。とぼけるなよ。例のひなみざわの過去の事件、蒸し返してるだろ。私、富竹殺しで手一杯でそんな余裕ないですよ。本当に？本当にそうならいいんだけどさ。いやー、ごちそうになっちゃいました。今月は負けっぱなしだったんで財布つらかったんですよ。助かりました。いや、いいよ。また馬教えてよ。大井さんと同じ馬を買うから。最近はダメです。馬の声がさっぱりですから。タクシー。ではでは、また明日。良いお年を。大石さん。はいはい。
過去の事件は全部個別に終わってる。盾に並べるのはやめるんだよ。村の連中は半ば本気でたたりを信じてるんだから。私だってたたりなんか信じちゃいませんよ。大石さんは来年で退職じゃないですか。退職金でローン返してお母さんと北海道に引っ越すんじゃなかったっけ。ばあ様がどうしても生まれの北海道に帰りたいって泣くんですよ。最後のご奉公なんですよ。退職金はまあ歓楽街で楽しむことにしますな。所長は退職時特別賞金を見直すかもってさ。さすがインテリの若所長は言い出すことが模範的です。でもまあ私たちの給料が血税で支払われてることを思えばまあ時代の流れですかね。僕も模範的なこととは思わないよ。でもまあ大石さんはそれだけの退職金をもらってもおかしくない活躍をしてきたからさ、僕としてはぜひもらってほしいんだよ。もらえるもんならそりゃ欲しいですけどね。もらえるよ、大石さんが大人なら。運転手さん、引き止めてすみませんね。お願いします。まいったな。ローン返済できるかな。最近圭一君の元気がないね。機嫌が悪いのかな。さーて、どうしたんだろうね。恋の病にでもかかってるんじゃないの。みーちゃん、それ飛躍しすぎ。どう思う。さあね。ケイちゃん、ひょっとしてかな。わかんない。あの日ケイちゃんと車で話してたの、中年のでっぷりした男だったんでしょ。うん、間違いない。大石のやつ、ケイちゃんに何を吹き込んでるのかな。真剣そうだったよ。ケイチ君は顔面蒼白だった。あのね、レナはよく知らないだろうけど、実はあいつお社様の使いなんだよ。え？何の話？あいつが現れるとね、必ず鬼隠しが起こるの。本当だよ。あれ？そうなの？おととし、リカちゃんのお母さんが受水したでしょ？その直前に大石が尋問してたんだよ。そういえば、サトシ君が転校する前にもいたね。転校？レナはいいやつだよな。で、今度はケイチ君の前に現れたんだ。
じゃあ圭一君も鬼隠しになっちゃう？よく映画などに登場しますが、簡単に言うとどのようなものでしょうか？複数の人格を持つことによる逃避と考えられています。多重人格は逃避の一つなのですか？さようです。そのメカニズムは完全には解明されていませんが、精神を守るために脳が行う防御行動の一つではないかと考えられています。例えば貧乏な人がお金持ちになった自分を想像するという現実逃避ってありますよね。これも多重人格なわけですか？極論はできませんが、講義的にはそう解釈できます。つまり誰にでもあり得る現象なのです。その現実逃避の見境がなくなると二重人格になるのですか？ちょっと難しいですね。そう提唱する説もありますし、否定する説もあります。諸説紛紛です。では精神医学の世界ではまだ多重人格というのは未知の解明されていない現象なんですか？残念ながらそうなります。今後の研究が期待されます。でも二重人格なんてなんだかかっこいいですよね。どういう人が二重人格になれるんですか？なれると言いますか、なりやすいと言いますか、最近の研究では遺伝と死因が複雑に絡み合い、中でも幼少期の育児体験が大きく作用するのではないかと言われています。そういえばこの A 君も家庭に問題を抱えてるんですよね。気の毒に。7つの人格を持つ青年 A。 では VTR の続きをどうぞ。ですが、その前にコマーシャル。最近のカップ麺は凝ってて種類も多いんだよ。どれも一通りは食ってみたいし。それじゃあ一種類しか食えないよ。飽きちゃうって。豚骨はうまいんだよ。大盛りだけど大味ってわけじゃないし。
え